Please select the mode.サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。太陽がピッチをまぶしく照らしております。今日はプレシーズンマッチをお送りしましょう。今日は放送席に元ミスター横浜マリノス木村和司さんにおいでをいただいています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、いよいよ両チームのイレブンがピッチに広がりました。キックオフです。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。前方のスペースに走り込んできました。ゴールライン終わりました。さて、ゴールキックで試合再開です。マリノス中盤でボールを抑えておきたい。厳しいチェックですね。マリノス中盤でボールを抑えておきたい。タッチを割ります。スローインになります。この辺から仕掛けていきたいんですが、土橋ボールを出しました。タッチラインを割っています。中盤ちょっと強引かな。マーク振り切れるか。いい攻撃。これはいいクロスが上がった。ここは必死です。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。上がってきました。レッジ、ここから外への展開にも気をつけてほしいですね。惜しくもシュートしましたが外れていきました。マリノス中盤でボールを抑えておきたい。蹴った。さて、この辺りはどうしましょう。いやー、行きますね。ここは決め、蹴った。木村さんはどうご覧になりますか。これはあまりヒットしませんでしたね。マークにつけるか。これは痛いですよ。ボールはレッツ、蹴るのは土橋。さて、再び攻めを構築します。マリノス、ここは先取点を取りたいでしょうね。
まあとにかく早く得点シーンが見たいですよね。ポジションチェンジをするのかな。センターリングのチャンスだ。クロスボール蹴った。フリーオフサイド。まあ彼もよく練習してますからね。一瞬の隙をついてのゴール。どうですかこのゴール。ディフェンダーにとってはショックでしょうね。キックオフで再び試合が始まります。手元の時計で前半まもなく30分。マリノス中盤でボールを抑えておきたい。上野左サイドフリーになりました。センタリングのチャンス。ゴール前にボールが上がる。いい形。ここは必死です。マリノス今日のチームのコンディションはいい方だと思いますが、もう今日は安心して見ていられますね。マリノスどんどんどうだ。前半ももう残り時間わずかですが、こりゃ痛いですよ。レッツここはじっくりと攻めるんでしょうか。もう一歩及びません。ゴールキックに変わりました。さあここはどう守る。でも左サイドから詰め込まれてしまいます。後ろからディフェンダー攻撃参加してきました。やばい。倒れ込みましたがどうか。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。前半終了。まもなく後半のキックオフを迎えます。ここから崩したいんです。まあこういう動きは相手を確認しますね。フリオさんです。続き自分で切り開く。ゴール前にボールを入れた。マリノスシュートチャンス。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。ここはキーパーナイスプレー。マリノス中盤でボールを抑えておきたい。レッツ数的優位。ボールはゴールライン終わりました。さてゴールキックで試合再開です。さあここはどう守る。ゴールライン終わりました。ゴールキックに変わりました。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレープリーズ。中盤の攻めはどう出ますか。依然としてゴール前にボール。どうだ。山田ゴールイン。さあもう一度見てみましょう。よく決めました。どうですかこのゴール。さすがですね。本当にプロっていう感じでしょうかね。レッツキックオフで再び試合が始まります。マリノス中盤でボールを抑えておきたい。どうだ。入った。ゴールイン。まあ彼もよく練習してますからね。
シュートも良かったんですかね。やはりディフェンダーには相当広い視野が必要なんですね。マリノスキックオフです。手元の時計で後半まもなく25分になろうとしています。振りをさっシュート、早めに相手の攻撃の目を潰すことができ、危ない、ここでホイッスル、レッツ、ここはじっくりと攻めるんでしょうか。手元の時計で後半まもなく30分になるところ、どうだ、ゴールライン割りました。ディフェンダーに大きな声で指示を送ります。キーパー危ない、鈴木チャンスメーカーとしてどんなボールをフィードするか。山田必死に折り返します。相手の動きは早い段階で抑えておきたい、危ない、ここでホイッスル、レッツ、ここはじっくりと攻めるんでしょうか。ここはキーパーナイスプレー。残り時間がありません。オムダ突破のドリブルで切れ込んでいった。オムダ、どう守る、野田、ゴール前、シューティングレンジにシュート、シュート外れました。さてゴールキックで試合再開です。マリノスどんどん仕掛けていきますね。ようやくホイッスルが鳴り試合終了。横浜マリノス勝ちました。今日のゲームはサポーターも満足しているでしょう。こういう形がいつも出るとサポーターにとっても嬉しいでしょうね。解説はおなじみの木村和志さんでした。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況は金子和彦でお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いします。ごきげんよう、さよなら。さようなら。Marino!
サッカーを愛する皆さん、こんにちは。いい天気になりました。このいいコンディションで試合できる選手たちは幸せですよ。横浜マリノス対鹿島アントラーズ、今日はプレシーズンマッチをお送りしましょう。素晴らしい試合を期待したいですね。解説は元日本代表木村和司さんです。木村さん、どうぞよろしく。はい、よろしくお願いします。張り詰めるような緊張感があります。今前半開始、ホイッスルが鳴りました。前線にどのようなボールをフィードするのか。さあ、突破のドリブル。バルビエソ、これからどう展開していくのか。最終ラインを見回した。タッチを割ります。スローインになります。スローインするのは秋田。相手のパスコースをどう潰していくんでしょうか。ゴールライン終わりました。ゴールキックに変わりました。マリノス、中盤でボールを抑えておきたい。パス出せるか。両チーム得点を取れず0対0のまま進行しています。バルディビエート、行くのか。未だ0対0。両クラブ立ち上がりは慎重に試合を進めています。強引なドリブル突破を図ります。タッチを割ります。チャンスを自ら作ろうとしています。野田、中央にボールを入れる。ここは決めたい。早めに相手の攻撃の目を潰すことができるのか。バルディビエソ、早い押し上げ。バルディビエソ、ここでインターセプトしたい。マリノス、先制して試合を有利にしておきたい。まあとにかくここで折り返す。シュートか。いや、できないか。さあ、ここはどう守る。マジーニョ、ファウ。ボールはマリノス、蹴るのはバルディビエソ。さて、再び攻めを構築し、シュートしたい。ジョー、ファウ。ボールはアントラーズ、蹴るのはアキタ。どうチャンスを作っていきますか。ちょっとフィジカルコンタクトが荒い。中盤にどうつないでいくんでしょうか。あるいは中盤を省略するんでしょうか。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。厳しいディフェンスですね。いかがですか、木村さん。三浦、マリノス、中盤でボールを抑えておきたい。野田、うん、やはりイエローカード。あー、イエロー出ましたね。ボールはアントラーズ、蹴るのはビスマルク。さて、再び攻めを構築し、どうだ。マナカ、これは決まった。まあしかしうまいな。うん、こうして見ますと木村さん、どうでしょう。ここはもうズバッと切り替えてまた反撃してほしいですね。キッ
ックオフで試合再開です。今ホイッスル、ここで前半終了。後半戦今始まりました。さあパスコースが開けた。これはタッチラインから外に出ました。おっとラインをかき回しています。ジョー、このセンターリング行きます。さあパスコースが開けた。直された。上は今のはファールだと思いますが、ここでパスを出させるわけにはいきません。タイミングが合いませんでした。マリノス、ああ守りきれるか。飛んだ、決めました。まあわしゃあのぐらいできたんですけどね。どうももたついています。まあディフェンダーだけの責任じゃないですが残念ですね。キックオフで再び試合が始まります。フリオサリナス、見事にゲームを作ります。決定的なチャンスになるか。ここは思い切っていってほしいですね。ファールに対し警告です。やはりファールじゃなくても止められる技術をちゃんと身につけてほしいですね。マリノス、ここはじっくりと攻めるんでしょうか。上野、決めました。このゴールもう一度リプレイでどうぞ。気持ちのこもったボールです。どうですかこのゴール。守備との駆け引きに勝ったというわけです。アントラーズ、キックオフで再び試合が始まります。最終ラインを見回した。クロスボール上げるチャンスだ。鈴木、どうだ。三浦、チェックが激しくなっています。今のプレーにイエローカードが出ました。上野、これじゃあイエローも当然でしょう。アントラーズ、ボールをどこに入れてくるんでしょうか。マリノス、中盤でボールを抑えておきたい。キーパー詰めるか。蹴った。これは決まった。リプレイが出ました。では見てみましょう。このゴールですが木村さんいかがですか。やはりキーパーを中心として守備がまとまらないとこうなりますね。マリノス、キックオフ。さあフリオサリナス、こういうサイドからの思い切った突破見て、ゴールライン終わりました。
アントラーズ、ゴールキックに変わりました。マリノス2ゴールの差をつけられています。シュート、うまく曲げることができなかったんですかね。さあ誰に合わせてくるんでしょうか。おっと、これは痛いですよ。マリノス、さあ守りきれるか。強引に突破を図るか。アントラーズ、さあここはどう守る。縦につなげたい。ちょっとフィジカルコンタクトが荒い。続き外にボールを出してしまいました。どう守る。相手の動きは早い段階で抑えておきたい。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。ようやくホイッスルが鳴り試合終了。マリノス、この試合敗れてしまいました。サポーターにとっては残念な結果でしたね。これからもいろんなテクニックを磨いてほしいですね。解説は元日本代表フリーキックの名手木村和司さんでした。木村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は金子和彦でお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いします。ごきげんよう。さよなら。さようなら。アントラーズ、ウィー、ユーロー。